クレオパトラの針、クレオパトラの針、クレオパトラの針とは19世紀にロンドンとニューヨークに移された古代エジプトのオベリスクである。もともとタイだった本物のオベリスクだが、クレオパトラ7世とは何の関係もない。エジプト第18王朝のトトメス3世の時代、すなわちクレオパトラ生誕より1000年以上も前に作られたものだが、クレオパトラの針と呼ばれている。 ロンドンとニューヨークのクレオパトラの針はどちらも赤い花崗岩でできており、高さは約21メートル、重さは約224トンで、表面にはヒエログリフが刻まれている。元々は紀元前1450年頃とトめす三世の命でヘリオポリスに建てられたものである。その花崗岩はアソアンに近いナイル川の急流付近の石切り場から運ばれたものである。 ヒエロクリフは、約200年後に、ラムセス2世が掘らせたもので、彼の戦勝を記念した碑文が掘られている。紀元前12年、アウグストゥスの治世の頃、マルクス・アントニウス、または、ガイウス・ユリウス・カイサルを祀るために、クレオパトラがアレクサンドリアに建設させた神殿に、これらのオベリスクが移された。しかし、後に、一方のオベリスクは、倒れてしまった。 そのためオベリスクは砂に埋まってしまい、そのおかげで表面のヒエログリフが風化から保護される結果となった。ロンドンへ輸送するために、鉄製容器に格納する準備をする様子ロンドンのものは、シティオブ・ウェストミンスターのビクトリア堤防上、ハンガーフォード橋の近くにある。すぐ近くに地下鉄のエンバークメント駅がある。エジプトとスーダンを統治していたムハンマド・アリーが、 ナイルの海戦でのホレイショネルソンの勝利とアレクサンドリアの戦いでのラルフ・アバー・クロンビーの勝利を記念して1819年にイギリスにオベリスクを送ろうとした。イギリス政府はこの行為を歓迎したもののロンドンまでの輸送にかかるコストが膨大となるため自退した。オベリスクは1877年までアレクサンドリアに残っていたが著名な解剖学者で 皮膚科医のウィリアム・ジェームス・エラ・スムス・ウィルソン教が、ロンドンまでの輸送コスト約1万ポンドの提供を申し出た。約2000年間埋まっていた砂から掘り出され、長さ28メートル、直径4.9メートルの巨大な鉄製の筒に、格納された。この筒は、ジョン・ディクソンという技術者が設計し、クレオパトラと命名された。実際この容器には、選手と船尾。 二つのビルジキールを張るためのマスと看板室が設置された。これをそのまま洋上に浮かべて、船とし、オルガという別の船でロンドンまで栄光することになった。ロンドンでクレオパトラの針を立てる作業をしている、ヨースビスケーワンを航行中の1877年10月14日、嵐に遭遇し、クレオパトラが激しく揺れ、保持できなくなった。 オルガから6人の死願者と救命艇を送ったが、その救命艇は転覆し、6人は行方不明となった。そこで、オルガのブース船長は、同船をクレオパトラに横付けし、クレオパトラのカーター船長と5人の乗組員を救助した。ブース船長はクレオパトラを放棄し、同船は沈没したと報告したが、4日後にスペインのトロール船が漂流している同船を発見。 そこで、グラスゴーの蒸気船フィッツムリシーを回収に向かわせ、修理のためスペインのフェロル港に運び込んだ。フィッツムリシーの選手は、フェロルを立つ前に5000ポンドを支払うよう要求したが、交渉の末回収費用として2000ポンドを支払うことになった。ウィリアム・アトキンス・リミテッドのデビット・グルー船長が指揮するタグボート・アングリアが、テムズ川までクレオパトラを栄光することになった。 加工に到着した1878年1月21日、テムズ川川口の町グレーブセンドでは小学校が休みになったという、オベリスクの木製の模型が国会議事堂前に置かれたこともあったが、その場所への設置は拒絶され、最終的に1878年9月12日、ビクトリア堤防の上に設置された。1878年にこのオベリスクを建てる際、 台座の前の部分にタイムカプセルが埋め込まれた。中には、当時最も美しいとされた、イギリスの女性たちの写真12枚、ヘアピン1箱、葉巻き1箱、タバコ用、パイプ数点、当時のヤードポンド法に基づく、重量元気、哺乳瓶、ガング、カミソリ、建築用の油圧式ジャッキやケーブル、オベリスクの制動性模型、英国硬貨のセット、ルピー硬貨、 ビクトリア女王の肖像、このオベリスクの辿った数奇な運命を記した文書、洋筆紙に書かれたオベリスクの図面、表面に描かれたヒエログリフの翻訳、いくつかの言語に翻訳された聖書、ホイッティカー年間、ロンドンの地図、当時の新聞などが入っている。クレオパトラの針を挟むように、エジプト風のスフィンクスのブロンズ像が2体、設置されており、添えられたヒエログリフは、 ネチャネファーメンケパー、リディアンクと刻まれている。スフィンクス像はクレオパトラの針の方を向いており、守っているというよりも見張っているように見える。付近のベンチにもスフィンクスの装飾が施されている。第一次世界大戦中の1917年9月4日、ドイツ軍の投下した爆弾がクレオパトラの針の近くに落ちた。この出来事を忘れないため爆弾の痕跡は修理されず。 右側のスフィンクスの台座には、硫酸弾でできた穴がそのままになっている。ニューヨークのクレオパトラの針は1881年2月22日、セントラルパークに建てられた。当時カイロ総領事だったエルバート・イーファーマンが建てたもので、イギリスやフランスがエジプト政府を政治的に制御しようと動いた時に、有効的な中立者であり続けたアメリカ合衆国に、 エジプト総督から送られたものである。エジプトのアレクサンドリアに立っていたクレオパトラの針エジプトのオベリスクを確保してニューヨークに建てるというアイデアは1877年3月のニューヨークの新聞に掲載されたロンドンのオベリスク輸送の記事が元になっている。すでにパリのコンコルド広場には1836年に ルクソール神殿から運ばれたオベリスクが建てられており、パリにもロンドンにもオベリスクが建つなら、ニューヨークにも建てるべきではないか、という論法である。その記事では、ロンドンへのオベリスク輸送を手配したジョン・ディクソンが1869年に、エジプト総督からアレキサンドリアにある残りのオベリスクをアメリカに送るという申し出を受けたと報じているが、ディクソンは、そのような事実はなかったと記事を否定している。 その新聞記事に基づき、当時ニューヨーク市の公園管理部門を指揮していたヘンリー・ジース・テビンズはニューヨークへのオベリスク輸送のための指揮の集めに着手した。鉄道王、ウィリアム・ヘンリー・ワンダービルトは依頼を受け、そのプロジェクトに10万ドル以上の寄付をすることを約束した。ステビンズはアメリカ合衆国国務省を通してエジプト総督宛てにオベリスクを受け入れ可能だとする。 書簡を2通送り、それがカイロ総領事のファーマンに届いた。ファーマンはニューヨークの新聞記事の誤解が元だと気づいたが、残っているどちらかのオベリスクを確保する後期だと判断した。そこで1877年3月、正式にエジプト総督に申し入れ、同年5月にはオベリスクを送るという文書での確約を得た。オベリスクとアレクサンドリアからニューヨークまで、 輸送するという難事は、アメリカ海軍少佐ヘンリー H ・ H 五輪ゴリンジが任された。まず立っているオベリスクを水平にするところから始まった。そして、それを蒸気船ディザグに収め、同船は1880年6月12日に、アレキサンドリアから出発した。1880年7月20日に、ニューヨークに到着し、ハドソン側の堤防から、 セントラルパークまで運ぶのに32頭の馬を必要とした。最後は5番街からセントラルパーク内の丘までオベリスク輸送用に作られた立教を通って運んだ。オベリスクは所定の位置に建てられ、1880年10月2日に石膏たちの式典が開催された。5番街を9000人以上の石膏たちが練り歩き、5万人を超える観客が沿道に詰めかけた。 表面のヒエログリフは風化が激しく読み取りが困難な状態である。セントラルパークに建てられた頃の写真ではヒエログリフがはっきり読み取れ、その内容を翻訳した資料がある。エジプトでは約3000年の間乾燥した砂漠に建っていたが、ほとんど風化しなかった。しかし、ニューヨークの気候に一世紀ほどを晒されたために、大気汚染や酸性雨の影響で表面が ボロボロになってしまった。そのために、エジプト考古学の権威ザヒハワスは2010年、セントラルパークの管理責任者とニューヨーク市長宛てに保存する努力の強化を求める公開書簡を送った。その中でハワスは、彼らがオベリスクを適切に扱わなければ、それを元の場所に戻して、後輩から救うための適切な処置を取るとしている。ありがとうございます。